旧ジャニーズ事務所スマイルアップの一連の問題に影響を受けたスノーマンのメンバーがダメージを食らってたと赤ララに告白し妖怪がざわついている。写真ショックを受けた渡辺翔太スノーマンのメンバー9人は15日発売の月刊ザテレビジョン2024年2月号のグラビアに登場記念日をテーマにしてメンバーがトークした その中でラウールが渡辺翔太に対し、日付は具体的に言えないけど、一緒にやっていた仕事がなくなっちゃった時に、二人ですごい話したんだよね。僕が想像していた以上に、ショッピー、渡辺が結構ダメージを食らってたね、などと話したことが同紙に掲載された。これは電子版では配信されていない。広告代理店関係者の話。このやりとりに代理店業界はざわつきました。 やっぱりショックを受けていたんだと、ラウールが語った、渡辺と一緒にやっていた仕事、とは、モスバーガーで二人が共演していた CM を指す。2021年夏から二人が出演し始めたモスの CM は SNS で大いにバズり、訴求効果の高さを示しました。ただ、旧ジャニーズの一連の問題の影響を受けたんです。全室関係者。 同事務所が今年9月7日に小ジャニー北川氏による性果外の事実を初めて認めると、各企業は旧ジャニーズタレントの CM を相次いで中止するなどした。それでもモスは、二人が出演する新 CM の放送に踏み切り、実際に同月13日に放送が開始された。これに賛否両論ある中、 モスの一部店舗は店頭に掲出されたポスターの二人の顔を隠す加工をして、SNS で批判される騒ぎが起きた。モスは同月13日、謝罪。また、旧ジャニーズとの CM 契約を継続せず、放送中の CM は変更するなどと発表した。二人の CM は9月23日まで放送され、翌24日以降は女性ナレーションベースのシンプルな CM に変更されました。どう 二人はモスが好きだ。仕事現場でモスの美味しさを力説したり、モスの商品を差し入れしたりしていました。テレビ局関係者。渡辺がショックを受けたのは無理もない。旧ジャニーズにラウールの発言について取材したが、回答はなかった。